政治を皆さんと共に作り上げていきたい。それが私たちの目指す政治です。もう一つ、私自身、おかしな政治を変えるためには返り血を浴びてでも先頭に立っておかしな政治に向き合っていきます。私ね、多分自慢できるのは、安倍総理と議論して、麻生総理と議論をして一番ヤジを飛ばされる議員なんです。この前も予算委員会の集中審議で議論していたら、麻生さんからこう言われましたよ。自分が言いたいことを言いたいんだよ、この人は。こんなヤジを飛ばされました。それは言いたいことを言ってんですよ。だって私が代弁しなければいけない国民の声は山のようにあるからですよ。テレビの前でおかしいと思っても言えない声、年金がなんで下がっていくんだ、介護保険料がなんで引かれるんだ、奨学金借金して大学に通っても、なんで就職しても給料上がれないんだ、なんで非正規なんだ。そんな思いで言いたいけど安倍総理に言えない、金持ちの麻生総理には副総理には言えない。でも言いたい思いをいっぱい抱えて毎日職場に足を運び、仕事が終わったらビール飲んで居酒屋で一杯やって家に帰って、子供の寝顔を見てるお父さんもお母さんもいるはずですよ。だから私は代弁したい。総理に直接言えないその思いを預かって、皆さんの口の代わりに皆さんの思いをあの国会の場でぶつけるのが自分たちの仕事だと思ってるから、いくらヤジを飛ばされても私たちはあの場で言わなければならない、伝えなければいけない声があるから国会の場に立っています。平野衆議院議員総務会長も、矢田和子参議院議員も、衆議院参議院あの国会の場に立って、別に自分の私腹を肥やすためにあそこの場に立っているわけではありません。私たちは国会に送っていただいた以上、何か一つでも皆さんの幸せにつながる、暮らしの安心につながる、何か抱えている不安が一個でも減ればいい、そんな思いで私たちは国会の場で安倍総理の前、麻生財務大臣の前に立っている。だから力を貸してほしい。一個でも皆さんの、普通に暮らす皆さんの思いが政治の中で、政策の中で実現するためには皆さんの力が必要なんだ。私だけではできないこともある。だから皆さんと一緒にこの国を、政治を変えていきたい。だから作った政党が国民民主党です。おかしな政治は正していきます。おかしな政治にはしっかりと対決していきます。でも同時に皆さん聞いてください。今の政治を見ていて、野党は反対ばっかりしてるんじゃないのか、文句ばっかりつけてるんじゃないのか、そんな思いを持っている方がいらっしゃるのも